気温が覆い始めました。夏の季節風、山瀬です。オホーツク海方面から吹く冷たく湿った風が海上で霧を生み、猛烈な勢いで陸へ流れ込みます。瞬く間に湿原を包む冷たい霧、気温は一気に下がり10度を下回るほどの寒さになります。山瀬が発生すると数日間は霧に包まれます。貴重な昆虫たちの住みかでもあります。